はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、っと、面白かった映画4000やりたいと思います。えっとね、だから、その本の紹介とかをちょっと人内ゼミでやってみたりとかして、まあ映画について語るっていうのもいいかなということで。えー、っとね、まあ前回も4000だったんで、今回も4000。最近というかまあこの7月、8月ぐらいですかね。 見た映画で面白かったのはちょっと純不動で4つ挙げていきたいんですけど、えっとね、まずね、あのー、狼の家ってのがね、面白かったわ。あのね、本当にこれは結構その低予算でちょっとミニシアター系なんだけど、かなり話題にもなってて、確か伊集院光さんもラジオで言ってて、で、なんか見,見る方法もあんまないぐらいな、 ミニシアターすぎて。で、それがサブスクされたから、えっと、課金してみたんじゃなかったかな。うん。で、これがね、えっとね、アルゼンチンの映画なんですよ。うん。で、なんかね、その僕全然知らなかったんですけど、なんかね、あのね、アルゼンチンでよかった。ペルー、ペルー ペルーかもしらん。ごめん。間違えてたらごめん。ペルーかアルゼンチンかどっちかでよかった。で、なんか全然知らなかったんだけど、なんかね、その、これが何年代とかちょっとはっきりも言えないぐらい無知で恥ずかしいんですけど、あのね、多分80年代とか70年代とかの話でいいと思うんですよ。で、何かっていうと、なんかね、その、ナチの残党っていうかさ、その、 まあドイツが戦争に負けますよねでそのナチズムそしてまたその民族主義とか、えー、そして何白人至上主義というのかな戦、うんとえー、っと優勢思想っていうのかなそしてまたそれとキリスト教が強固に結びついたような、まあ、ある種そのナチっていうのは最初に同性愛者を殺したわけだよねで次に障害者を殺したんだよね。 そしてユダヤ人を殺したんだよね。共産主義者も殺したんだよね。で、それは、その、アーリア人という,う人種の、しかもストレートの、えー、キリスト教の、まあこの、この場合、ッコ付きですよ。ッコ付きキリスト教の思想を持つ、最も素晴らしい民族を残すためには、他のものが淘汰されねばならないので、えー、ゲイは殺さないといけないし、ユダヤ人は殺さなきゃいけない。汚れた血は殺さなきゃいけない。障害者は殺さなきゃいけない。これが優生思想。 で、これを、その、ナチが負けた後にも、その、ナチの残党みたいな人が、ペルーかアルゼンチンのどっちかごめん。その、どちらでもない可能性もある。すみません。僕の、その、解像度が低くて。ちょっとちゃんと調,調べなきゃなんだけど。で、その、えっと、南米に、えっとね、その残党がある種、こうか、えっとね、コミューンを形成してたっていう、 実際にあった、なんていうの、その、事件と呼んでいいのかなというか、実際にそういうことがあったんだと。で、そこで行われてたのが、まあ、とんでもない、その、幼児虐待であったりとか、まあ、ほんと、カルトなんですよ、言ったら。で、それを映画化したのが、この、狼の家。 っていう映画なんで、すよで本当にその事実を知るときに我々は戦慄するんですね。確かね、ネットフリックスでドキュメンタリードラマにもなってるんだよ。このその、なんつうの、なんていうの、名前忘れちゃったな。ちょっと調べるか、もせっかくだから。ちょっとね、のね、びっくりすんだよ。本当に。で、幼児虐待とか、まあ、ある種こう、その人権みたいなものが全くない状態で、えっと、そういう。 あのね搾取していくんですよそので男尊女卑だしとかでちょっとビビったんだよな何だったかなごめんねえっ、ー、とねあー出てこないかえっ、ー、とねどれだ出てこないかごめんなさいねあのねそういう事例があったわけですよでそのドラマ何えっ、ー、と <laughs> その南米で実際にあ がえっとそういうカルト教団ナチの思想に基づくキリスト教これカッコ付きのキリスト教カルト教団のコミューンから逃げた少女の物語なんですよでこれちょっとあのフリーっていう FLEE のフリーっていうねアニメーション映画紹介したけどちょっとそれとも似ててこれは多分ね実話とかではないんだけど実際に無数にこういったことがあっただろうということをまあ、ある種偶和化してしかもなんかもうね映像がね見たことのない映像なんですよ あのー、モーションキャプチャーって言うんですけどいわゆるその紙粘土とかをコマ送りで映像化していくんだけどそれであるがゆえになんか壁であったものが人になったりとか人であったものが天井になったりとか何ていうのもう夢の世界の映像みたいな感じなんだけどそれがゆえにその、えっと、カルトに洗脳された少女が、まあ、狼という比喩でそのある種の父なるもの ね、カルト教団の父なるものなビッグブラザーですよね。あのー、村上春樹の1984で言うと、えー、先駆け教団の、なんだっけ、ね、あの、教祖ですよ。ね。で、深田保つか。ね。だから、そういうものを狼と表彰してて、その狼が追いかけてくる、だから逃げなきゃ、なんだけど、その、ね。 えっと、マリアっていう主人公が子供を生み出していくんですよ。それも偶話的で、ある種こう、アダムとイブみたいな神話なんだけど、多分それは比喩であって、彼女の実の子供のことを言ってるんですよ。で、その実の子供を彼女が今度はなんか精神が転倒して、抑圧していく側になっちゃうんですよ。だからそのカルトの被害者が、むしろカルト、家の中をカルトにしちゃうという悲しさみたいなものを、なんか 一連の悪夢みたいな形で見せていくっていう、めちゃくちゃ不思議なんだけど面白い。かなりだからすごいその界隈では、ものすごい芸術性が高いし、批評性も高いし、すごい評価されてたっていう理由はよくわかる。ただ、見ても何もわからない人もいると思う。でもこれすご,いすごい親切なのは、アマゾンで僕課金してみたんですけど、アマゾンの多分今もついてると思うんですけど、最後に15分くらいの、 ディレクターズカット的に、えーと、この作品を日本に紹介した2人の、なんていうのか、その,専その筋の専門家の人が、実は歴史的にこういうことがあって、こういうことがあって、こういうことがあったということの比喩であってとか、そしてこのチーム、2人の人が監督なんですけど、南米の、すごい新進気鋭のね、クリエイターで、で、この人たちが今までにどういう仕事をしてきて、だからこういうことになるんだ、みたいなことを解説してくれてる15分ぐらいの対談があって、それが本当に役に立ったっていう。まあまあ、面白いです、これ。面白いといとうかちょっと すごいな2、えー、つ目、2つ目はね、破壊という映画なんですけど、これ、破ると書いて、戒律というかね、十戒回の回とか戒律を破ると書いて、破壊ですよ。で、えっと、この破壊は、えっとね、えっと、なんかもう全部忘れてんな。<laughs> ね、あれですよ、あのー、もう原作があるんですよ。えっとね、ちょっとこれはさすがに調べ,調べなきゃな。えっとね、えっと、 えー、あった。これか。えー、これですね。はい、すみません。えっ、ー、とね、これはね、えー、はい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 。えっ、ー、とね、原作が、あれ出てないな。出てないな。えっ、ー、とね、だから、 えーっと、このね、全国水平社っていう、ブラック解放の100周年で作られた記念映画なんです。で、えっとね、えー、誰だっけごめん、島崎東さんじゃないや。<laughs> えーっと、なんで原作者が出てないんだろう。えー、っとね、原作があります。原作小説があるんですよ。で、まあ、すごい、えっと、有,有名で。 はい。えっ、ー、とね、調べました。一時停止して。うんと、島崎東村でした、やっぱり。で、えっ、ー、と、さっきのチリのやつは、あ、チリのやつか、南米のやつはチリでした。アルゼンチンじゃなくて。で、チリで、えっ、ー、とね、コミューンの、コミューンの名前っていうがが、えっ、ー、と、コロニアっていう実際にあったコミューンな宗教コミューン。カルトコミューンなんですね。で、えー、話戻すと、その、えっ、ー、と、島崎東村の原作、なんか、前にも白黒とかでえ映画化されてる、 らしいんだよね。で、それのそのリブートで、これ2022年の映画なんですけど、めちゃくちゃ良かったですよ。これもう本当に良かった。あの、普通に名作というか、なんていうのかな、すごい気を照らってる絵とか角度つけてるとかじゃないんだけども、王道というか、本当にすごいいい映画でしたよ。あの、結局その被差別部落の出身であることを隠している、えっと、学校教師がね、うんと、 主人公なんで,すよでも当時の状況って被差別部落ですって自分が言っちゃうと学校教師だったらもうクビになるようなそれぐらい差別があった時代だから言えないんですよ。言えないんだけど主人公はその 学校の中にも他にも被差別部落の子供がいたりとかするわけ。で、そうすると、そいつは得ただから汚ねえ、みたいなこと言われてるの。で、そういうことを言うもんじゃないよ、とかって言うんだけど、自分が隠してる状態でその差別は良くないとかって言ってる欺慢性にだん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 耐えられなくなるんですよ。で、最後に、主人公がまあ、ある種、カミングアウトをするんだよね。で、これがもう本当に今の時代だったら完全に性的マイノリティの話とビタッと重なるんで、 だから性的マイノリティのことを学びたいっていう人も、この破壊っていうことね、この映画を見ると、カミングアウトってどういう意味があるのかとか、なぜ逆に言えばカミングアウトが難しいのかっていうことが非常によくわかる、差別と非差別ということの構造を考える上で、素晴らしい、なんていうか、資格教材にもなり得る映画だと思います。万人に見てもらいたい映画だなと思いました。次。次がですね、これはネットフリックスドラマです。 えっと、8回のシリーズ、え、だから、えっと、八回で1シーズンっていうのかな。8回セットというか、えー、で、1時間かな。1本が1時間ぐらいのアニメーションで、えっと、プルートという。まあ、これはもう知る人は知ってる、もう名作です。えっ、ー、と、これは、えっと、浦沢直樹さんが、あれって2000、何年 10年とかかなちょっと忘れちゃったんだけど、あのー、多分だからモン、モンスターとかよりは全然後に、えっと、書いた、えっと、単行本で何巻とかだったかなそれこそ8巻だったかもしんないぐらいな。その10巻はなかったよ。で、それを僕、以前、うん、友人に、同じ教会に行ってる友人に、もう、全巻まるまる貸してもらったんですよ。 で、もう結婚してたと思うんだよな。で、妻っと本当に二人で読ませてもらうとめちゃくちゃ面白くて。で、これ、あれなんですよ。鉄腕アトムの話,話なんですね。で、鉄腕アトムの中の地上最強のロボットみたいな、えっと、1話があるんですよ。で、その1話を単行本8巻分に膨らませたっていう、だからなんていうかな。 浦沢直樹×手塚治って最後にクレジット出るんだけど、これはもう浦沢直樹がもう99%作ったと言っていいだろうぐらいな、ぐらいもうすごい膨らませ方をしてるっていうか、で、その膨らませ方もまた本当に現代的で、その AI がもし、その、人間以上に人間的になった場合、世界ってどうなるのみたいな話なんですよ。なんていうのその、 人間の中にもさ、AI よりもクズっていうか、人間的じゃない人間っているわけじゃないなんていうの例えばじゃあ、あの、えー、っと、そうだな。なんか虫がさ、いて、で、その虫が、うんと、を生き物とは思わずに踏みにじる人もいれば、えー、なんだったらもうネズミなんてもう余裕で殺せるよ、みたいな。いや、なんか障害者とか死んだ方がいいんじゃないですかみたいな。この人って人間的じゃないじゃないですか。 すごく人間性が薄められちゃった人じゃないだけど AI がもし虫を踏み潰す人を見たときにその虫の側に立って涙を流すほどに感情が豊かになってしまった場合そのどっちがどっちなのみたいな話になってくるわけ。で、そのまさにえっとアイザック・アシモクフだっけなんかロボット10カ条みたいなのあるのよ。で、ロボットは嘘をついてはいけないとかロボットは人を殺してはいけないとかそういう10カ条が 法律が作られてでロボットにも人権を与えるべきだとかって言ってそのロボットに養子かロボットの夫婦が養子を持ったりしてるというそういう時代の中でそのロボット 人がロボットであるということ、人が人であるということは一体いかなるものなのかという、まさに実存的な問題をロボットという、そして鉄腕アトムという古典を使って説明するという、まあこれ名作なんじゃないかな。もうこれはまあネットフリ入ってる人だったら見ないと損ぐらい面白かったです。四、えー、つ目はですね、これ、ルックバックですね。ルックバックは、ね、えっと、藤本達樹さん、あの、チェンソーマン書いた人ね。この人の人 観光本がが出ててそれが面白いいよみたいなので、それをアニメーション化したやつなんだよでこれ僕、その伊集院光さんの、えー、と深夜のばっか時からを毎週楽しみに聞いてて、その中で伊集院さんが結構、なんていうのかな、もうこれは本物の熱量で語ってるなっていう面白かった映画を語るときは、僕は結構必ず見に行くんですけど、このルックバックがまさにそうで、 で今回、ルックバックやっぱ面白いのは、ね57分だったかなうん。で、57分なだ。上映時間57分なんだけど、えっと、映画鑑賞料は1700円ちゃんと取るんですよ。ね。で、これって今までにあんまないやり方で、 基本、なんかこう、損した感みたいな、コスなんかパフォーマンスなんかそういうタイムパフォーマンス、コストパフォーマンスみたいなことを考える人からすると、いやいや、同じ1800円払って、なんでこの映画2時間でこの映画1時間損したみたいな、そう考える人も多かったかもしれないが、このルックバックは、なんか伊集院さんが言ってたのは、これ見終わった人は、もうこの57分で1700円で満足以外の人に出会ったことがないと。そして、 この、もう見たらわかるけど、56分にすることも58分にすることも不正解だっていうのもよくわかる。だからこれを膨らませて90分とか2時間にすることの愚かさがもう完全に説得されちゃうから、まあ、それでもうすごい。 こう今、もうね、口コミで広がってて、上映化もどんどん増えてるし、多分ロングラン上映になるだろうと。で、今年、もしかしたらだい一番のヒットアニメーション映画になる可能性もあるという、それぐらい、まあ結構社会現象になってて、まあ実際めちゃくちゃ面白かった。で、なんだろうな、僕は、あのー、なんだろうな、本当に、えっと、なんでただ、泣くだ、泣くぞ、泣くぞみたいな感じの煽りもちょっとあって、 だから僕は逆に泣けなかったけど、別に泣くことが目的ではないから。だけど、めちゃくちゃ面白いことは間違いない。もう本当に面白い。もう一回見たい。うん。もう一回見直したいぐらい。で、えっと、何が僕はなすげえなと思ったかというと、これね、僕もちょっとわかんない。藤本達樹さんのインタビューとかあれば調べてみたいんだけど、あの、多分あのね、京アニ事件ってあったじゃないですか。2019年の。ほんで、あれ、 絵の、ある種の、こう、レクイエムというか、うーん、鎮魂かというか、あれへのルックバックなんじゃないかなって、僕はそういう風に見たんだけど、時系列的に、いやいや、この、これ、藤原、藤本さん書いたの、2018年だよって言われたら、あ、すいません、なんですけど、わかんないですけど、ちょっとそれを僕は意識してるんだとしたら、もうすげえな、本当にアニメーションを愛してる人による、アニメーションを愛している人のための、 アニメーションを愛しているすべての人に捧ぐアニメーション愛してていいんだよっていうそういうなんかもう映画だからなんか何かまいじゅさんも言ってたけどこの何か本当に好きなものがあるということの尊さであり儚さみたいなことを教えてくれるまあもし上映今これね公開するときはもう上映終わってるかもしれないけど今8月1日に撮ってるけどもう随分後に公開になるからねだけどもしかしたらやってる可能性もあるんで 見たいっていう人は映画館、ほんと行くのはおすすめはするかな。あの、お金損したとは思わないと思うよ。そんな感じ。はい。えー、では、聖書研究いきますね。えー、っと、タイトルが、戦うために鍛えられるというタイトルで、詩編の18編の34節えー、こういう箇所ですね。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を聖堂の弓をも弾けるようにされるっていうですね。 えー、そういう箇所なんですけどこれね僕のメモを読んでいくとこの歌はダビデがサウルの追跡から逃れた日にダビデが歌ったっていうふうに冒頭に書かれてるんですね18編のでダビデは神が彼を助けてくださった奇跡を歌い上げるんですよねそしてその救済神による救済って一貫して神の一方的な介入であり 主は岩っていう告白がありますがそういう言葉が繰り返されている通りに神がダビデを守ってくださった恵みによる一方的な恵みによるっていうのが分かるんですよで一方でねそれとはまた別の位相において主はダビデに自らの手で戦うことも許されているしそのためにダビデに力を与えられたっていう記述も目を引くわけ だから主が100%守られたっていうことと、ダビデが戦ったっていうことは矛盾しないんですよ。これが僕聖書の本当に面白いところだと思うんですけど、だから私たちが守られるときに、私たちは、 昼寝をしていたらいいわけではないんです。もちろん、昼寝をして守られるってこともありますよ。でも、往々にしてさ、例えばじゃあ、この,、ね、その受験は神が守ってくださったっていう時に、勉強しないんだけど自,自動的に受かったとか、神様が、えー、っと校長に1億円払ってくれたから受かったっていうんじゃなくて、神様が勉強する力を与えてくれて学力を上げてくださったから受かった。で、これって100%神様のおかげっていうことと、 私たちが努力したことって矛盾してないじゃないですか。で、ダビデにとってもそうで。だ,だから34節に、神がダビデの手を鍛えられたってあるんですよ。聖堂の弓が引けるように。で、39節には、あなたは戦いのために私に力を帯びさせっていう風にあるんですね。だから、えっと、神様は私たちに戦う力も与えてくれるし、その戦うために私たちを鍛えてくださるんですよ。 筋力を上げてくださるんですよ。で現代世界でそれをそれは何のことかというとそれは信仰の鍛錬ってこともあるでしょうあるいは知的な鍛錬ってこともあるでしょうあるいは肉,肉体的鍛錬ってこともあるし愛する訓練ってこともあるでしょうあるいは職業分野における熟練とかね連達こういったことも意味すると思いますで神様は私たちの人生を恵みで満たしてくださいますでも多くの場合 私たちは主によって鍛えていただいて、自分で戦って勝利を手にするという形で神に守られ、神に救われるということを体験するんだっていうことをダビデの経験は教えてくれるんではないかなと思っております。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。